無結果バイアナ無結果は、魚、玉ねぎ、ニンニク、トマト、コリアンダー等の材料から作られる、ブラジルの海鮮シチューである。水は加えず、時間をかけて作られる。もともとは、ブラジル南部のエスピリトサント州の料理であるが、現在では、エスピリトサント州の無結果カピシャーバと、北東部のバイヤー州の無結果バイアーナの2種類がある。ブラジルでは、 少なくとも300年前からある料理であると言われている。無結果カッピシャーバは、ブラジルの先住民の料理の影響を受けたエスピリトサント州の伝統料理である。パーム油の代わりにオリーブオイルが使われる。またココナッツミルクは使わずに、ベニの木の色素が加えられ、伝統的な土の鍋で調理される。具材としては、魚、エビ、カニ、ロブスター等が用いられ、 生のバナナを使うこともある。玉ねぎ、トマト、コリアンダー、チャイブ、オリーブオイルで味付けされる。カピシャーバ鍋は国土とマングローブの樹液から作られる。成形し、焼成した後に再び樹液を塗ることにより、色が黒く耐水性を持つようになる。使用する前には何度か油を焼く必要がある。無結果カピシャーバは、 エスピリトサント州の州とビトーリアでは非常に重要な料理であり、この町はアズパネレラスとして知られる鍋の製造メーカーの所在地でもある。バイア州で作られる無結果バイアナはアフリカ料理の影響を受けている。基本の材料に加え、パーム油、ココナッツミルク、エビまたはカニ等が加えられる。フィファワールドカップブラジル大会の行われる2014年に、 日清食品より、ブラジリアンシーフードヌードルブラジルの魚介郷土料理、無血管味という期間限定のカップヌードルが発売された。ありがとうございます。